要件は？了解。すぐに送電するよ。さてと、じゃあ仕事にかかるかな。じゃあね。どうも、いらっしゃい。お仕事頑張って。ハンターの遠征用にイチネリスからロープウェイを借りてるの。これを使えば遠くのシルベにも乗りたければ。死骸は光が苦手でしょ。だから奴らにとって今は最高の世界ってわけで、私ら人類にとって。君が新入りの王の剣ね。着いた早々で悪いんだけど、頼みたい仕事があるんだ。このままだと町の電気がやばくてさ。あなたが適任ってリベルトが。よかったら助けてくれないかな。聞こえる？引き受けてくれてありがとう。左手にロープウェイを見える？さあ、それ。右手にもう一機あるんだけど、ちょっと前に故障して止まっちゃったの。そっちの修理お願いできないかな。君たちが運んでくれたメテオ、ここの発電に使う大事な燃料なんだけど、投入口まで運ぶのにロープウェイが必要なんだ。2機とも動いてないとちゃんと発電できないのよ。周りには注意して。最近その辺にヤバいのが住み着いててさ、死骸が野良犬に取り付いたなんて変な噂も立ってるのよ。
で上に行って。さあ乗って。そっちは危ない。ロープウェイはその先だから。頼んだわよ。交換で済むと思う。リベルトが君ならそこまで行けるって。お疲れ様。今回は本当に助かったよ。これでうちの機能は元通り。燃料のメテオさえあればよそにだって送電できるよ。いつもどうも。また光が増えるね。仲間にもよろしく。私も負けていられませんね。ではまた。調整なら終わってるぜ。素材は見つけてこれたか。
見てって。次もよろしく。どちらを受注しますか？わかりました。無理はなさらずに。
おかえり。ケニーも待ってたよ。ケニーが帰りを待ってるよ。今日はどうする？これで明るくなるよ。こっちだ！助けてくれ！あんた、すげえもん持って帰ってきたな。お手柄だが、どっかきちっとした場所を作らねえと。ああ、ホテルに地下室がある。そこなら王様も静かに休めるだろう。そんで、あんたも今日はゆっくり休んでいきな。どうにも疲れたって顔してるぜ。我が魂を解き放った。おのが使命に従う者よ。お前に王の加護を授ける。